土用の丑まであと3日、毎年恒例の PR です。氷水で弱らせたのか今年は元気がないから今日午前、今月30日の土用の丑の日を前に、三河一色や豊橋の生産者らが愛知県中を訪れ、白焼きや巻き寿司にしたうなぎを PR しました。シラスウナギの漁獲量が減少したことなどから、価格は去年よりやや上がる見込みですが、生育具合は例年と変わらず良好だということです。